吉さん親子の間の会話で売り言葉に買い言葉ってあると思うんですけどその中でね生意気な子供が息子がね、まあ、あの女の子でもいいんですけども年頃10代の半ばぐらいになってあの親に言う言葉の代表格でこういうのがあるんですよ。誰が産んんでくれって頼んだよみたいなね。これ言われるとタじタじになる親は結構いるみたいなんですけども私はこれにもねちゃんと答えを用意してまして。 まあ思春期を過ぎた男の子なり女の子なりが「誰が産んでくれって頼んだよ」って言ったところ「いや別にお前に生まれてきてくれなんて思わなかったけど1億匹2億匹の競争の中でお前が一番最初に生まれたやつでたどりついたんだろお前が生まれてきたんじゃん自分の選択で <laughs>」っていうことなんですよね、うん。まあ生命がどのように誕生したかを一通り知った思春期の頃にはこれはガーンと衝撃なんじゃないかなと思いますよね。 で運の話で言うとね結局その運っていうのは誰もがあるって認めてるんですけどもじゃあ運を良くするための行動は何か運を良くするための行動をしてますかっていうと途端にやってないんでですよねで例えば私が神社に行ってお参りすることとか食べ物を大切にすることとか人が見てないところでも自分が神様に見られてる仏様に見られてると思ってありがとうっていうこととかねそういうことが運を高めるんだよっつったらそんな非科学的なっていう声もあるんですよ。 いやでも運って非科学的でしょ運を科学的に証明することができないから運なんじゃないかっていうふなこれまたあのテンプレートであの反論があるんですよだから結局うーん,なんかねやりようなんだろうなと思うんですようん世の中には解決できない問題はないんですよただ自分がそれを解決できる方法を知ってるかどうかに違いがあるんですよねででたたまたま自分の解決できる ものばかりで自分の人生が作られていたら何でもかんでも解決しやってきたみたいな人生になりますしたまたま自分の身に起こることが自分の力量では解決不能なことばっかりだったら何をやってもダメな人生っていうね先入観ができるのかなとこれもまた相対関係であのなんかね生まれてこの方女の子ばっかりに囲まれた環境だと結構モテる確率って高いと思うんですよ。でも男… ばっかりの環境で女の子はめったにいないみたいなところにいるとそれこそ少数の女性をまあ奪い合う競争もあるしまあ向こうの方が数が少なくて希少価値があるから選ぶ選択肢が多いわけですよねだから選ばれない可能性もあるけどもだから合コンも男性3女性4だったら大抵男はなんか優位に立てるけどもその逆だったらねなんか男性はあぶれ者が出るみたいな前提になっちゃったりとかそれもまあ運なのかなと思うんですよ。今 この時代に生まれて、日本に生まれて、そうですね。あの地球を俯瞰してみた場合、こう自分という生命が地球のどっかにドーンと落とされるよってときに、七十パーセント以上の確率で海に落ちてそのまま死んでしまいます。でも三十パーセントぐらいの地表の中でも砂漠とか山脈とか北極に落ちるとそこでもまた死んでしまいますよね。で運良く平坦な地上に落ちたとしてもそこが 戦争中だったり飢餓の真っ最中だったりそれこそ交通インフラも何もなくって街にたどり着けなかったりとかするとそれもまた死んじゃいますよねその中で日本というところ面積で言ったらすごくちっちゃいところに日本にポツンと落ちてその中でも人口密集地とかに落ちてでそこの中でもまあ多い少ないはあるけれども安定した収入で強,強烈な疾患もないご両親のもとに生まれてってことになるとまあ運が良かったよねって思いますよねその時点で。 だから、どの辺まで見て運が良かったか、どの辺まで見て運が悪かったのか、何と比較してみたいな問題があるかなと、そういうところに気づけるのもまた運なのかなと思っちゃいますけどね。まあ、運っていうのはね、確実にあるんですよ。うん。でも、それを科学的に証明しようとするからおかしくなると。運はそもそも非科学的なものなんで、こうなんじゃねえかって思うこと。それはね、吉谷さんと共通するところだと思うんですよ。まあ、思えばいいのかなと。おお、運がいいなっていうふうに思う。日本に生まれて良かったなって思う。 ね、なんかしんないけども大学も出れたら運がいいなみたいなね思うというとこなんじゃないかなと思います逆に言うと自分に例えば兄弟がいなかったからとかね幼い頃モテなかったからとかね体が弱かったからバカにされていたから運が良かったなって思えるような人生も当然あるわけですよね、うん、うちは貧乏だったからだから金持ちになりましたっていうのもあると思いますしいや私はね体が弱かったからだからあの経営者になりましたってのもあるかもしれないしねさまざまですよね うん、何をうんとなすか何を不運となすかそれはあなた次第いってらっしゃい。